ただきたいと思います。まずファーストバイオリン清岡優子、セカンドバイオリン村津珠樹、ビオラ市川由香子、そしてチェロ福井彩、以上4名でお届けいたしました。それではキューフルカーテンさん本当におめでとうございます。これからもこの素晴らしい美しい、庭園公園が、末永く皆様に愛されて続いていきますように、お祝いの言葉として、締めさせていただきたいと思います。
皆様いかがでしたでしょうか。この100年記念授業に合わせまして、弦楽四重奏ということで、様々なですね楽曲をご提供いただきました。ですが、今回めでたい席ですので、皆様の温かいご声援をいただければですね、もう1曲ぐらいさせていただけるんではないか。